どうも、村本です。今ね、ニューヨークの、今、ホテル暮らしなんで、ホテルから、動画撮ってるんですけども、まあね、もうブフーとかつって、今、人が今通りましたけども、ニューヨークのね、この物価っていうのはね、もちろん、皆さん知っての通り、めっちゃ高いんですよね。で、もちろん円安っていうのもあるんですけど、このドルだとしても、ニューヨークの人ももう高すぎるっていうぐらい、やっぱこう、値段高かったりするんですよね。で、まあ、今日泊まってるホテルなんかも、やっぱり結構高いし、常になんかいろいろ高かったりするんですが、だから本当になんかこう、すごいなんか心臓みたいな、なんかこう、アメリカの心臓みたいな、本当になんかこうね、お金という血液が、そこでどん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 ね、ドクドクね、そこに吸収されていって、本当にちょっとでも、やっぱこう、精神力弱かったり、あとお金がなくなったら、もうこの、近くには住めなくなっちゃって、なるべくこの真ん中のマンハッタンから遠いところに住んでいかないと、とにかくお金がバンバン、家賃とか何かしらも保険とか、まあとにかく高いんで全部持ってかれるんですよね。だから本当になんかこっちにあるアパートメントの外国人の人たちは結構な頻度で、それこそ俺今家具探してるんですけど、なんかこういろんな人が、いやもう家具は結構入れ替わり激しいから、この日本人とか外国人の人の、こっちに住む人の。だから結局すぐにいなくなるから、もちろんお金とかの問題でね、だから家具とか結構余る時があるんで、それもらった方がいいんじゃないですかっていうぐらい人の入れ替わりがすごく激しかったりして、なかなかサバイバルな場所なんですが、ただその中でお金はバンバンその吸い取られるけども、ね、本当にそのアメリカというこのね、国を動かすための血液として吸い取られるんですが、ただその分ね、精神的な面はね、すごくそのいいんですよ。なぜかって、なんかすごいなんかね、声をかけてくれるんですよね、常に。それこそ通りすがりの人が急に「おう!」みたいな、「その髪の毛の色めっちゃかっこいいね」とか、「その上のコートどうしたの?」とか、なんか本当になんか常になんか声をかけ合ってて、でなんかすごく目があったら、なんか元気とか、なんか本当ネタした時に面白かったら、もうブワッと集まってきて、ちょっとインスタ交換しようぜとか、今日最高だったよとかつって、みんながこう素直に言葉言うから、だからもう財布の中はどんどん減っていくけども、心はね、常にね、なんかエネルギーで満たされ続けるんですよね。だからそれでなんかこう夢を追う人なんかはこの街でやっていけるんじゃないかなって思うんですよね。うん、なんかそう健全な精神でいられるっていうか、もちろんね、素直なあまりにちょっとレイシスト的な人ももちろんいると思うんですけども、それ以上になんかね、そのプラスな言葉をいっぱい浴びせられもらうんで、エネルギーが常に。で今日ね、初顔刺されをしましてね、その日本人じゃなくて、ジムがあって、で、そこのジムに、ちっちゃいなんかこう、スチームサウナみたいなのついてるんですよね。で、ジムで思いっきり汗かいて、で、ロッカールームで着替えて、で、そのサウナみたいなね、とこに行こうとしたんですよね。で、服脱ごうと思った瞬間に、なんか、白人の人が、パッと来て、Are you 大助?とかつってきて、で、俺なんか友達の友達とかかなと思って、それもしくはインスタがたまたま流れてきたぐらいの、いやっつったら、おう、わお、なんか、ブラックキャッツどうのこうのみたいな。ブラックキャッツっていうね、コメディクラブがあって、そこで、5分間のね、ネタをね、一回やらせてもらったんですよね。その時に来てたみたいで、で、その時にファンになったみたいな。で、めっちゃ面白かったよっつって、いや、めっちゃグレートとかっつって、で、次やる時も絶対行くからねとかっつって、そう、更衣室の方に行ったんですよね。だから、まあ、もちろんね、たまたま会ったんですけど、でも、もしスーパーで見かけた人とたまたま街で会った時に、あれ?スーパーにいたよねって知らない人に言わないじゃないですか。なんか、あいつスーパーにいたなぐらいでしょ。だから、あの時見てたよ、面白かったよ、つって、自分のネタで声をかけてもらったのが初めてで、ニューヨーク来て、それすげえ嬉しくてね、なんかね、なんか、もし面白くなかったら、なんかあいつこの前コメディクラブでなんか滑ってた人やんってなるじゃないですか。それは素直に声かけてくれるのがすごく嬉しくて、それはなんか俺のね、初ニューヨーク声かけられ。なんか良くないですか?なんか、
日本とかでもたまにあるんですけどね、そのテレビ出てたりとかライブとかやってると見たっていう人がいるんですが、でもなかなか素直にね、なんかね、うわ、おい、お前大輔だろって声かけてこないっていうか、なんか日本は大体の人なんかこうパッと見て、なんかこう、っていう感じ、まあ、たまにありますよ。すいません。なんかでもその言い方もなんか、すいません。なんか本当になんか、なんか本当に、その言い方がなんか、すいません。なんか交番に、あなたの写真貼ってましたよぐらいの、あの放火の方ですよねぐらいの言い方なんですけど、おいみたいな、いや、面白かったよ、つって、なんかさらっとこう帰っていくこの感じ、なんかね、その気持ちいいですよね。うん、日本でもたまにあるんですよ。あ、面白かったよとか、おっちゃんになればなるほど。若い人はなんかね、プシュッっていう感じがね、多かったりするんで、本当なんかこう声を掛け合う文化ってすごくいいなって思うんですよね。素直によかったよみたいなね。でもなんか不思議なもんで、その後サウナにこう行こうと思ったんですけど、まあそもそもその更衣室で服着替えようと思ったんですけど、なんかそのなんていうの、不思議ですね。なんか見られたくないっていうね。いや、わかんないですよ。いや、正直向こうも興味ないわって思うと思いますよ。その俺のチンチンなんか別に興味ないと思うんですけど、もちろんね。でもなんか気にしちゃうんですよね。なんかわかんないけど、なんなんすかね。なんかこの部分ってなんかなんすかね。もしこの人が俺のこと知らなかったら、俺はもう普通に裸になってうわーっと着替えてそのままサウナにドーンって行くんですけど、でもこの人一回、いや、面白かったよって声かけられた人になんか裸を見られるのか、なんかね、いや、もちろん体型もね、なんかこうだらしない体型してるし、でね、なんかね、もしそのなんていうのかな、なんかこのなんかあんな感じでネタやってたのに、こいつなんかそんな感じのなんかあれかみたいなって思われたらどうしようかなとか、なんか見られたくない、なんかもうここだけ、ここもうこの街でなんかこう露出してる範囲しか見せたくないみたいな、もうここら辺はもう絶対なんかこう見せたくないみたいな、なんかなんすかね、向こうからしたらどうでもいいんですけど、こっちが気にしすぎてる感じですかね。こう逆になんかわかんないけど、ディカプリオとかもわからないですけど、なんかコイスとかで普通に脱ぐんすかね、ファンの前で別にみたいな、やっぱみんな気にするんですかね、やっぱ見ようとしてしまうんですかね。特に男の人とか、まあ、女の人もそうか、だって普段見えないものを入れるみたいなね、意識するんですかね。分かんないけど、なんか見られたくなくて、なんか本当にもう汗だくのシャツのまま、その男がロッカーで着替えてサウナ上がって帰るまでずっとこう外 のソファで携帯触って、なんかこうそいつが帰る待ちみたいなしましたよ。そのせいで若干ちょっと風邪気味になりましたもんね、その男を意識すぎたせいで。別にその男からしたらなんかないねんこいつぐらいのもんですよ。分かんないけど、なんですかね、その変な自意識っていうのはね。うん、とにかく初めて声かけられた、ニューヨークのライブ見たよっつって、それちょっと嬉しかったんで、この動画を撮りました。ニューヨークレポート。